ハプロカントサウルスは、竜脚類恐竜の属である。二つの種 H. デルフシーと H. プリスカスが不完全な骨格化石により知られる。ジュラ紀、後期、1億5500から1億5200万年、前に生息していた。タイプ種 H. プリスカス、この属とされる種 H. デルフシーは、 コロラドのエドウィン・デルフスという名の若い学生によって発見された。ハプロカントサウルスの標本は、モリソン・ルイーソの最下部で、ヘスペロサウルス、エオブロントサウルス、アロサウルス・ジマドセニと共に発見された。H ・デルフシーの復元図、ハプロクアンソソリス・プリスカスの仙骨、ハプロカントサウルスは、モリソンでは最小の竜脚類の一つである。 体長20メートルを超えるものもいるモリソンの竜脚類にあって、ハプロカントサウルスはこれほど大きくならず、体長は14.8メートルほどに達し、体重は12.8トンと見積もられている。ハプロカントサウルスの標本は4つ知られている、H デルフシーのものが1つ、3つが H. プリスカスのものである。これらのうち H デルフシーのタイプ標本のみがマウントするのに、 十分な完全なものである。マウントされている H. デルフ C の標本は、実際の頭骨が発掘されていないので、完全に推測的なレプリカの頭骨であるが、クリーブランド自然史博物館に展示されている。創除の領域の1、2そして4に存在する。ハプロクアンソソリスプリスカスは、もともと1903年に、ジョン・ウェルハッチャーにより、 ハプロキャンサスプリスカスと命名された。彼は最初の記載の後すぐにハプロキャンサスの名がすでにトゲオ類の属に使用され、選手されていたことに気づいた。ハッチャーは後の1903年、自身の竜脚類の再分類を行い、新しい名前、ハプロカントサウルスを与えた。しかしながら、魚はハプラキャンサスと命名されたのであって、 ハプロキャンサスではなかったため、ハプロキャンサスの名は、規則上は、選手されていたわけではなかった。ハプロキャンサスは、規則的にはこの恐竜の正当な名前のままであり、ハプロカントサウルスの名が、科学文献で固定化されるようになった後も、長年の間、ハッチャーの間違いは気づかれなかった。ハッチャーの間違いが、ついに発見され、動物命名報告再審議会に、 公式にハプロキャンサスを破棄し、ハプロクアンソソリスの名を公式に宣言する請願が送られた。もともとはケティオサウルス化とされていたが、1999年、ホセボナパルテは、ハプロカントサウルスは独自のトガをなすのに、十分なほど他の竜脚類と異なっているとして、ハプロカントサウルス化を定めた。ハプロカントサウルスの正確な類縁関係を明らかに、 する確実な系統学的な研究は失敗している。研究の結果はバラバラで、新竜脚類より原始的なものであるとの説、原始的なマクロナリア類とする説、もしくは非常に原始的なディプロドクス浄化で、キタノサウルスよりディプロドクスに近縁だが、レワッキサウルスかより原始的であるとする説などが上がっている。2005年にダレンナ一種とマイク・テイラーは、 リプロドクス上化の系統に関する研究の中で、ハプロカントサウルスの系統上の位置に関する仮説を取りまとめている。この位置関係は、下記のクラドグラムに示す。ウィットロックによる最新の解析では、ハプロカントサウルスはリプロドクス上化の基盤的メンバーであり、上記のクラドグラムの3つ目の仮説に一致する。ありがとうございます。